えー、皆さんこんにちはあの木川です、えー、今日はあのこのよくスカ1953の話をさせてください、えーまあ、皆さんフェイスブックとかあのページの方で見てもうよく知ってるよという方もいらっしゃると思うんですが、えー、これあのクラウドファンディングやっておりまして8月の15日 あと10日ということになってしまいました、えー、もうここまできたら皆さんにお願いするしかございません、本当にお願いいたします、よろしくお願いします、まあ、これはもともとどういう話かというと、こちらにいらっしゃいます、木川陽子さん、えー、彼女は1947年に横須賀で生まれまして、でまあ、お母さんと生活してたわけですけれども、いろんな事情がありまして、1953年に養子縁組でアメリカに渡った女性なんですね、それから66年間、日本に帰ることも、母と連絡することもなく、今もアメリカで生活されています。 で彼女の娘があの彼女のお母さん、まあ、つまり彼,彼女から見たらおばあさんをとか家族の親戚が日本に行った時の親戚を探したいということになりましてお母さんのためにでその時にフェイスブックで木川を検索したら、えー、僕が見つかってしまったというのが、えー、状況です、まあ、いろんな人が言いますよねあの、こう言うんですよ、これそれでよかったやんとは違うんやったら違うで終わったらよかったのにという人もいるんですが、ね、この話を聞いて、まあ、あのここに今、彼女の。 お母さんんがからもらもいました新聞があるんですこれ1953年の7月の23日の新聞です。ここに彼女が映ってまして、ですね当時の混血児、そして混血児を持たれている女性たちの過酷な人生が描かれながら、その時にここに名前が木川陽子さんという形で名前が出てるんですけども、彼女が養子縁組に行った時のこの記事があります。でこのことを考えた時にきに、まあ、考えるというか、まあそのことをいろいろと調べてきました。まあいろんな資料あたったり、えー あのエリザベス・スタンダース・ホームさんで横須賀の警察書士、まあ、こんなもんいろいろ調べてきたときにやはりそこのところにあった過酷な人生というものが、まあ、あの心を打つというかあこれをなぜ僕知らなかったんだろうということで大変驚いた部分がありますで今これを彼女が帰ってくる事業を、まあ、今このクラウドファンディングでしたいと思ってるんですけどもなぜかといったらやっぱりそこ1953年のときに彼女は日本のまあ大変な状況で アメリカだったっですねで彼女が帰ってくる費用、まあ、これは家族とかみんな出すよとか言ってくれてるんですけども、この費用はやはり私たち、日本でまあ招待する、僕一人じゃなく、皆さんで招待するという仲間をつり、募りたかったっていうのが、このクラウドファンディングを始めた一番のきっかけです。そしてもう一つ、もうこれは後からなんですけども、僕の中で覚悟がだんだんと決まってきました。というのは、ドキュメンタリーを撮るっていうのは、まあ、今回この事業があるから、それの記録映像だって まあ分かったんですけども,もうもはやそのレベルではとどまらないぐらい、えー、地元の方々との触れ合いそして当たった資料っていうことが見えてきましただから僕は、まあ、これは覚悟というか自分の中でもうこれドキュメンタリー自分しか撮れないドキュメンタリーを撮りますなのでそれに対しても皆さんあのご協力をしてくださいだから自分からのお願いも,もう含まれてきました、まあ、今今、ね、こういういにあの今度 神奈川新聞の方でも一面に取り上げていただいたりしたんですけど、まあ、これももちろんあのプレスリリース打って、あの記者会見してとていう流れがあったんですが、やはりこれは社会の中において、今、必要だとされていることになっていると思います、ただこれは来られる方って、ただ一人の女性のであって、そのお母さんの歴史も、まあ、言ってみれば市政のどこにでも、まあ、どこにでもとことないと思いますけど、一人の女性の人生なんですね。それを追うことが実は 今の私たちのこの日本社会、そしてこれからの社会を考えたときに、非常に大事なことがいっぱいあるんです。それを描けるように、今一生懸命調査行ってます。先週も木,木金堂と横須賀に行ってまして、でそちらの地元の方々といろいろ話したり、小学校行ってお母さんの,その写真がないかってことを探したりとか、いろんなことをしました。 和歌山帰ってきてるんですけど、実はこの午後から、えー、あようこ東京に行きます。八王子に行きます。なぜ八王子かって言ったら、えー、先ほどのえー、洋子さんのお母さん、えー、まあ、結論から言いますと、最終的に人生を終えられたのは八王子でした。そこのことを知ってる人にあの会いに行きます。 まあこの意味でいうと、調査はだいぶ進んできてるんですけども、やっぱりここからこれをいろんな人たちに届ける、そのためにもクラウドファンディングを成功させたいですし、その後、僕もその情報をどん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 発展進していきたいと思っています。協力してください。えー、もうそう,そうとしか言えないです。もうあの <coughs>、僕もできることはやってます。あとは皆さんも協力を仰ぐばかりです。あと10日間です。よろしくお願いします。 そしてこのクラウドファンディングの方なんですけれども、まあ、きあのこの A ポートの登録がなかなか難しいという方、結構いらっしゃいますあの、登録してもメールが来ないとかいう方、あるんですけれども、実はこれ、後で下に貼っておきますけれども、5000円以上であれば、あのこの A ポートの方に電話をすることによって、振り込み用紙が送られてくる、ファックスが送られてくる、そちらで手続きすることもできますので、えー、何とぞのこの事業、成功させたいので、ご協力の方よろしくお願いしますお願いします。